11月28日お笑い芸人のレイザーラモン RG が自身の X を更新 R1 グランプリ1回戦出場前だというのに塙くんから最速モノマネリクエストきましたとナイツ花塙信行から依頼されたというモノマネ画像を投稿したレイザーラモン RG が自身の X を更新 R1 グランプリ1回戦出場前だというのに塙くんから最速モノマネリクエストきましたと ナイツ花輪信之から依頼されたというモノマネ画像を投稿した画像本市が直撃した小沢和孝のものまねをする RG 活動休止中のスピードワゴン小沢和孝和弘さんが都内の焼肉店前で本市の取材を受けた時の金髪白髪混じりで武将髭状態だった時の顔まねです松本人志さんの訴訟取り下げにより 松本さんに女性をアテンドしたと報じられている小沢さんの芸能活動自粛も解けるかもしれないと話題になっていることを早速ネタにしたようです。放送作家小沢は2023年12月22日以降 SNS も更新がなく沈黙したままとなっている X でも早く復帰してください小沢和孝さんをテレビで見たいなど熱烈な指示がある一方で 女性を罠にはめた悪い人だという印象などイメージダウンと取れる投稿も多い当然コンビとしてのスピードワゴンも無期限活動休止状態だ相方の糸田潤さんはピンで番組出演を続けていますもともと個別に活動することも多いコンビでしたからどちらかが活動できなくても大きな影響はないようですただ仲のいいコンビですから 二人での活動再開は念願だと思います。同前。井戸田の活動は公私ともに順調で、2022年9月に結婚したモデルの八谷編み、アミ、とは子育ての真っ最中だ。11月26日には、八谷が自らのインスタグラムを更新し、7月に誕生したばかりの長男とのツーショットを公開し、話題となった。正直、現在のスピードワゴンのコンビ格差は深刻です。 今後、小沢さんが復帰したとしても、良き父のイメージが浸透しつつある糸田さんとは、絡みにくい部分が出てきてしまうかと思います。芸能記者二人の今後は、甘いとはいかないのか、小沢和孝、和弘さんが都内の焼肉店前で本誌の取材を受けた時の、金髪、白髪混じりで武将ひ状態だった時の顔真似です。 松本人志さんの訴訟取り下げにより、松本さんに女性をアテンドしたと報じられている小沢さんの芸能活動自粛も解けるかもしれないと、話題になっていることを早速ネタにしたようです。